エスター・デュフロア、フランス人経済学者で、現在は、マサチューセッツ工科大学教授を務めている。マサチューセッツ工科大学では貧困問題と開発経済学を担当しており、マサチューセッツ工科大学のアブドゥル・ラティフ・ジャミール、ポバティ・アクション・ラボの創設者の一人である。さらに、全米経済研究所のリサーチアソシエート等も、兼任している。2019年に、 ノーベル経済学賞を受賞した。彼女の専門は、開発途上国におけるミクロ開発経済学であり、家計行動、教育、ファイナンスへのアクセス、健康、政策評価等も含まれる。通常、フランス語読みでエステルでフロと表記され、翻訳書ではすべてエステルである。九百七十二年に、数学者の父、人道活動を行う医者の母のもと、パリに生まれ、 プロテスタント教育を受ける。アンリ4成功を経て、パリ高等師範学校にて、歴史学及び経済学、パリ経済学校にて、応用経済学の博士準備課程を修了し、経済学のアグレガシオンを取得。後に、配偶者ともなる、アビジット・ブィバナジート・女子アングリストの指導のもと、1999年に、マサチューセッツ工科大学にて、経済学の博士号を取得。 2002年にマサチューセッツ工科大学のテニュアポジションの准教授2004年より同教授2012年にアメリカ合衆国市民権を取得ありがとうございます